さあ、ということで、ちょっと試合見る前に、見どころですが、今日は俺ウルブズ勝つと思ってます。今日はウルブズ勝てると思ってます。なんでかっていうと、エドワーズがゲーム3の試合が終わった後のインタビューで、今見た人もいると思うけど、今日の敗因は自分だったっていうね、その俺が戦う気持ちがあんまりなくて不甲斐ない試合をしてしまったみたいな。まあでも大丈夫、明日は、次の試合は俺がフルスロットで戦うからみたいなことを言ってたので、まあボコボコにされてしまいましたけども、まあ今日勝つとしたらエドワーズがまあ有言実行して、まあ初っ端からガンガン攻めて得点取りまくって、で後半逃げ切るみたいな展開になるんじゃないかなと思っておりますので、まあ逆に言うと、エドワーズが初っ端からフルスロットで戦わないのであれば、まあ今日も勝てないかなとは思うんだけど、まあエドワーズは有言実行できるタイプだと思うので、まあ僕は安心して今日の試合は見れるかなと思ってます。コーヒーさん15ヶ月前ありがとうございます。ロッタリー見ましたか？ピストンズエグいって。ロッタリーは一応結果だけ知ってますけど、まあピストンズが 50% の確率で、ね、トップ4だったのに、5位になってしまったと。アサー・トンプソンもすごい顔してましたけど、まあどうせユースケさんが来るでしょう。さあということでやっていきますか。さあということで11点差ならまだある、まだある展開ではあるけど、こっからヨキッチも出てくるし、ジリ貧になりそうな気もするし、やっぱエドワーズについていけるやつが一人、せめてもう一人出てこないと。ニキールはもうちょっとダメだね、完全に飲まれてる。ニキールは試合に入れてないんですね。やっぱタウンズなんだよな。ゴベアはどうこうできないから、マイク・コンリーかタウンズか、少なくともジョーダン・プールよりは上まあ間違ってはないね、少なくともね。ナズリードはね、ドライブでレイアップも決めてるし、スリーポイントもね1本決めてるし、ナズ6分の5、うん、そうね、タウンズじゃなくてナズリード出しての方がいいかもね。今日は UG さんスパチャありがとうございます。俺の中でブッカー超えたわ。ジャンプシュート以外の見栄えとかリムアタックとかレベチ、ほんまやな。しかもフェードアウェイまで身につけてしまったからマジ止めらんないよな。タウンズもう厳しいね。まあ俺はタウンズずっと肯定派で、まあ、ターンズトレードすべきじゃねみたいな論争を本当に3年前からずっとあったけど、もうエドワーズをエースにしてターンズトレード出して、ね、再建に踏み込んだ方がいいんじゃねみたいなね。で俺はいや、ターンズと一緒にやった方がいいっていう派だったけど、で一緒にターンズとやれたからこそここまで来れたのは事実だし、ツインタワーがあるからこそ、ね、サンズ相手にスイープしたっていうのもあるし、ターンズの実力は疑ってないんだけど、ただやっぱプレーオフで日和ることがターンズは多い、空回るか日和ることがすごく多くて、そうなるともう実力どうこうじゃないよな。このエドワーズについてこれないんであれば、まあ、いくら相性が良くても、うん、いくらレギュラーシーズンは良くても、ツインタワーがいいってなってもトレードするべきなんじゃないかなってちょっと思っちゃいますね。アギドックさん12ヶ月ありがとうございます。ターンズとヤングトレードありですか？サディウス・ヤング違うか、トレアン。まあどうだろうな、マイク・コンリーいるからちょっと考えづらいような気もするけど、あとホークスがトレータウンズ欲しがるとは思えないな。ちょっとね、サイドシカゴ、オーラ見ろオーレ見ろ。どうせヨキッチが入ってきたらジリ貧なんだよ。どんだけ決めてもこうやってね、決め替えられされちゃうし、そしてニキールがね無駄に手出して、ニキール全然ダメ、全然ダメです。今日の試合見て彼の給料が2年9ミリオンって聞いても、まあそうだろうねって、2年9ミリオンぐらいだろうねってちょっと思っちゃうわ。さあベースラインドライブ、そうスネーク、そうそれあり。2キル入んねえでしょ。はいはい、そうヨキッチはほんとベースラインドライブさせないようにちょっとオーバースタンスしてるから、今みたいにスネークドリブルは結構効くと思うんだよね。さあヨキッチがファウルもらおうとしたけど笛が鳴らず。さあターンズ行け、ターンズレッツゴー。うおーレジーナイスパス、ほれ見てみ、結局いけそうな気してたでしょ。でもヨキッチ出てジリ貧なんですよ。俺見てみ、俺エドワーズパスしてくれてるぞ。そうそう、それよエドワーズ、お前のこと信じてくれてるぞ。こんな不甲斐ないタウンズにボールを入れるエドワーズに試されてるぞ。ここで日和るやつなのかどうか。そうグッディ、そうそう、オッケー、変われ。こっからあの一本、ようやくポストプレイで決めたフローター。うおーし、よし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 、コンリーゴベアのホットライン。このシリーズ初めてかな、コンリーからゴベアのアリープって。よし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 、
いやちょっとあるね、これちょっとあるぞ。やっぱ1本決まるか決まらないかはすごい大事。エドワーズもお前がついてこれないとこの試合勝てないよって、そんな意味のあるパスな気がするから、それに、まあ、相手が MPJ っていうのはあるけど、まあ、1本その気持ちに応えられたのは大きい。エドワーズの表情が穏やかすぎて逆に怖いんだけど、悟り開き始めたような気がする。すごいな。さあタイムアウト後、ここ大事、5点差ぐらいにしたいけど、さあ頑張れウルブズ、頑張れゴベア、頑張れ、止めろヨキチを止めろ。お、ヨキチが迷ってる。レジーがジャンプシュート打つふりして、グッディナイスチェック、あーリバウンド、ターンズ取ってあげて、ゴベア飛んで取れないからターンズ取ってあげて、今のなー、危ねー危ねー。コンリーがなんとかギリギリターンオーバーにならず、ターンズに入れて、ゴベアに入れて、おーいいね。今シーズンゴベアのシールに結構ボール入れてたんだけど、このシリーズあんまりゴベアがシールしないし、シールしてもパス入んないしみたいな感じで、今のは珍しいね。だからさあまた11点差、ただ11点から縮められていない。ターンズ行け、止めろ、ダブルチーム、キックアウト、お、パスがずれた、パスがずれた、珍しくヨキッチのパスがずれた。コンリー頼む、あーゴベアリバウンド取って、飛ばしてファール、オッケーオッケーオッケー。やっぱヨキッチにダブルチームした方がなんか全然いい気がするんだけど、レイカーズもそれでめっちゃ成功してたし、まあ、この試合は負ける可能性の方が大きいけど、ゲーム5からはもう全部ダブルチームしてほしいな。エドワーズ一旦休み。さあ10点差、あと10点、あと10点がめちゃくちゃ遠いけど、あと10点。やばい、すげえ中途半端なドロップディフェンスになってる。ああやられると思った今、すんげえ中途半端なドロップになってた今。ああもう 99% 負けだろうなこれ。くそー、ダムズ行け、うわ、よし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 。ダムさん、スパチャありがとうございます。元気になったらゲーム1、2と3、4で何が変わったのか解説よろしく。了解しました。元気になったらね、これ負けたら俺はもう一生元気になることないのかもしれん。おお、いい、レブロンがいいんだけど、それはマレー・ヨキッチにレブロンいたら勝てねえよ。ウルブズにマイケル・ジョーダンがいたとしても、相手にマレー・ヨキッチ・レブロンいたら勝てねえよ。よしよしよし、ようやくコンリーもやっと3、た10点差、10点の壁がでけえ、で決められて12点差とかになるんや。どうせほら俺見てみ、知ってたわ。エドワーズ頑張れ、よしよしよし。マジでめちゃくちゃ簡単に点取るやん、エドワーズ。怖いぐらい簡単に点取るやん。さあマレー VS ゴベア、ゴベアを舐めるなよ、打てるんか、よし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 、ついに一桁差にするチャンスが回ってきた。ゴベアがシールしている、やばい、3秒になりそう、3秒になりそう、あ、ファールね、危ねえ、ファールの方が先か。いや3秒の方が早そうな気したけど、ヨケチ4回ファールしてるんだ。サイドバーズが飛ばして、おお、3球8点差、ようやくやっと一桁差ここに来て、頼む頼む、マジで頼む。ゴベアグッディ、グッディ、あー、おー、まさかあのヨキッチがフリーのゴール下外して、さあエドワーズにボールが渡る。エドワーズのクソパスが出てしまった。まあでも何も文句が言えない、エドワーズはあと5回ぐらいターンオーバーしても何も文句言えないわ。惜しい、流れ変わるチャンスだったけど、まだまだこれ止めればね、もう一回同じ、マクダニがチェイスしながらヨキッチのフロート入りそう。ははー、また2桁差に戻ってしまった。ヨキッチ31点目、ムービング、なえるわ、夢見させてくれよ。ええ、そうでしょ、何そのハリウッド級のスタントマンみたいな。大丈夫、ムチ打ち、あー大丈夫そう、びっくりしたびっくりした。タンズもしかして来ない、あーゴベアがリバウンド取る瞬間に押してしまった判定。ゴベア5つ目、次で退場です。ただ当然変える余力などあるわけもなく、ファールしないことを祈るしかない。誰ですか、どちら様、ああはい終了。ようやくゴードンが今日初めてシュート外した。もう遅いよ。さあ12点差、残り3分33秒。ゴベアに怒られてたタウンズ今。いやもう、それ大事やね。今のターンズに誰か勝つ入れる人いないと。エドワーズは勝つ入れるっていうよりも、お前シャキッとせえみたいな感じのパスを入れまくて、お前がついてこれないとどうにもならんのじゃみたいな。そうじゃなくて、本当に口でしっかりしろよって、誰のチームなんやここはって言える人が今必要かもしんない。
さあ10点差、40点41点、ついにエドワーズが40点の大台に乗りました。それでも10点差、うまなんでそこ出ちゃうんかな、タウンズ。それ2回目やん、やられんの。タウンズディフェンス全然やん。さっきゴベアにも出るなって言われてたけどね。マクダニがコーナー3以外の3を決めたぞ。だからこっから2分間一度も得点を決められちゃダメですね。もう全部相手のシュートを止めるのはマスト。さあ残り4秒、ブラウンに攻めさせれている。オッケー、まず1個目ディフェンス戦、そんでもって全部のシュートを決めなきゃいけない。さあ7点差。さあ最初の1往復は完璧です。これあと3往復続けないと。今のは3回繰り返そう。ダブルチームはエドワーズ VS ヨキチになってるよ。ダブルチームは、ああこれでオフェンスはあと全部3ポイントを決めないといけなくなりましたが、いや今のリバウンド取って3につなげてほしかったな。ついにゴベアマジックも消えたか。ゴベアのフリースローめっちゃ入るっていうゴベアマジックも消えたっぽいな。2本連続ミス、残念。ここまでですね。やっぱ10点の壁がでかかった。おマレーがパスミス。あー N1 にできてたらね。いやほんとチリツモだから、フリースロー1本でもとか、エドワーズ今のもバスケットカウントになってればとか、そういうのさら逃してしまったら、まあ逆転のチャンスはないよね。いやーナゲッツ強かったな。ナゲッツが強くてウルブズが弱い。うん、それに尽きるわ。もう攻めてこないですね、ナゲッツも。うおーエドワーズブロック。さあ6点差。点差はねなんか接戦のようにも見えますけども、印象としては全然そんなことないですね。エドワーズがレジーミラーになれば追いつくんか。これファールすらできずに決められるっていう。もう外れてもいいからエドワーズに打たせてほしいな。どうするんだろうな。エドワーズはもしかしたらタウンズに、ああタウンズ出てもう情けない。ここでタウンズ出れないの、出させてもらえるんか。さすがに ATO は出るか。タウンズに打たせてもいいかもね。まあ今日のエドワーズを、うん、エドワーズにリスペクトを示すためにエドワーズに打たせるっていうパターンと、タウンズに自信を取り戻してもらうためにタウンズに打たせるパターン。さあどっちだろうな。コンリーだったわ。ここまでか。まあ、タウンズに打たせようとしてましたね。でそこにパスが入らなかったからコンリーが無理やり打って。さあ